いつものところがアウトで割れてたんだけど、ワイドっぽいので無難にお隣さんに来ました。ただこれから混むよ。うん、わあ、ほらボス揉まれるよ。ダーンって、うわお、よしよし。じゃあちょっと今日はアウトに出るまではしんどいけれども、その先にはもしかしたらパラダイスがあるかもしれないんで、頑張ってきます。よろしく。一丁二丁三丁と頑張ります。よし。
ね。じゃあみんなこう頑張って一生懸命。まだあれはそれから自由に海まで来てやりたいの。うん、そうなんです。そうなんですよ、地味にあるんですよ、距離が。私も付き合っていこうかな。はい、はい、本日もお疲れ様です。ロングタイムの時間がやってまいりました。はい、まず今日はこれからイワシせんべい。いいですね。うちのボスが好きそうなでしょこれ。ほら、またゴマがいっぱいついてるよ。いただきます。あらららららら、あ、これ歯にくっつく。うん、あ、水飴みたいなやつがいっぱいついてる、うん、甘いやつが、うんうん、でも美味しいわ、うん、これはどこで仕入れたんですか。これは実はお客さんからいただきました。イワシせんべいに間違いないね、うん、美味しいです。ということで、はい、はい、次はいただきます。はい、これもいただきます。タコ、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。タコセーフ。タコを圧縮する機械に入れて焼いたやつだよね。あ、美味しい。ピリ辛だ。ピリ辛、はい、丸ごとタコセーフ。美味しいものをいただきましてありがとうございました。で、今日は波はどうでしたか。あ、サイズもあって、ちょっとね、朝一いつものとこ行ってみたんだけど、大会が中止になったってことでね、ちょっとね、ハードでね、ワイドでね、おじさんにはきついなっていうことで、隣に移動したら正解だったよね。うん、まあ今日は私的にはちょっと面白いの乗れたから65点。最近5点つけるの好きなんで65っていうところで、さあボスはどうですか。65点の人が好きって歌あったよね。あれ60点だっけ、65点だっけ。そんな歌あったね。誰だったっけな。誰だっけ、高坂みゆきじゃなくて。俺も65点が好きだったっけ。60点なんですね。俺はちなみに60点ですね。天気もいいし、うん、波もいいし。最初の頃そんな困らなかったもんね。そうだね、うん、朝一はセット良かったよ、うん、いいなと思ったの。あ、この込み具合だったら全然いいじゃんと思って。最初の1本目2本目は頭あったっていうからね、これからまたちょっと上がるんじゃない、もしかしたら上がるだろうね、うん、で、誰だっけ。あ、松本千恵子。あ、松本千恵子。合ってる合ってる合ってる。なんていう段階目だっけ。あれ、わかんねえな。まあそんなところで、明日はちょっと雨強くなれそうな予感なんでね、明日は家族サービスかな。家族サービスって何するの。家族サービス、買い物の運転手ね。ああ、そっか、言ったか。それ以外に何があるって。掃除、はい、やるぞ。そう、帰ってお昼寝する前に掃除機かけて。おー、うん、怖いね。はい、明日のスケジュールは、明日のスケジュール、あれかな、コストコでも行こうかなって。それで美味しいレストランで。そう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 、本当ね。で、最後夜景なんか見ちゃったりして、あ、ロマンチックにね、奥さんの肩抱いて、なんて言うの、え I love you って言うの。そんなこと言わせないでくれよ、本当に。顔がほらほてっちゃうじゃないのって。これは日焼けです。まあそんなところで、そろそろ今日も楽しい。何だったっけ、美味しいタンパク質取って帰ってね。忘れちゃったよ、なんて言うんだか。はい、おいしいビール飲んでね。おやすみ。